はい、皆さんこんにちは。今回もとあるフレンドからのリクエストでこの声で頑張っていきまーす。箱は壊す。テープが一本の箱は壊しちゃダメ。今のは芋虫でした。芋虫ゴロゴロ。爆弾を作ります。さらに爆弾を作ります。回復薬も作ります。まあ、こっから先はね、地獄の墓場なんで頑張っちゃいまーす。ね、まず爆弾を仕掛けて、四つん這いさんくんが来るんで四つん這いくんを排除しまーす。まあ、残りの二人はぶっちゃけもう時間をかけて、パンチで倒しちゃいます。痛い。やめて、こいつら2匹同時だと回復できません。1匹ずつだったら大丈夫だけどね。はい、こいつは厄介です。このハサミゾンビくんは、攻撃力がでかい、非常に厄介です。この普通のザコくんは、はっきり言って回復要因です。はい、回復しまーす。キル、キル、ガード、下がって突進して、キル、キル、キル、両手攻撃をガードして、前に出て、キル、キル、キル、片手攻撃は避けて、キル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 、ガードを切ります。切りすぎました。気分的には190連勝ぐらいした気分です。まあ、ぶっちゃけこのステージもリトライしまくりました。事故ったりしてやられちゃったりしたんで、どこに仕掛けようかな。まあ、ここはノーマルと違って2匹出てくるんで、むちゃくちゃ厄介です。で、しかもゲロ攻撃で、そう、壊されるんですよね。あ、やばいです。爆弾壊れちゃうんですよ、ゲロ攻撃で。なので、できれば2匹に当てたい。まあ贅沢は言ってられませんけど、エロ攻撃を避けて殴る、殴る。で、今気がついたんですけど、ゲロ攻撃を避け、まあ避けて殴った後に敵が膝ついたら、こう攻撃してくるんですね。それもちゃんと避けないと、二人同時、そう、しゃがんだ時に。ゲロ攻撃されるんで。痛い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 。残りゲロ嫌です。痛い。これは回復したい。けどこいつに村正使うの怖い。ほら。諦めて。回復しようかな。芋虫。芋虫食べちゃいました。ゲロやめて。殴る。逃げまーす。逃げろ。ほらー。うわんこっちゃない。しゃがむ。殴る。今当たったのかな。いやー、やばいです。これはやばいです。あ、気がついたら一匹倒したって、倒してたんですね。これは念のため回復した方がいいと思うんですけど、俺。回復しない。危険ですね。危ないよ。さすがに回復しろよ。バカかよ、俺は。無理に行っちゃってます。お？無理に行って成功したタイプか？ああ、死んでません。一段階でもいいから回復しろよ。殴る。ほら、危ないって。よし。ムカデ食いました。やだなぁ。お、逃げろって。そう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 。切る。ほらー。ほら、危ないよ。ムカデ。足がいっぱいついてるのは嫌です。はい、殴る。逃げろって。はい、殴る。ああ、痛い。
あ、やばい。やばいやばいやばい。殴る。お、なんとか倒せたかな。やったー、倒せた。もうこれは190連勝した時ぐらい嬉しいですね。イモムシとムカデ、嫌だー。はい、なんとか今回ここのエリアをリトライしまくってクリアすることができました。ありがとうございました。またねー。ちょっと余っちゃいました。殴りまーす。